あっち。あっち。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ディープクールの大型ヒートシンククーラー、AK500 のご紹介をしていきます。これはまた随分ヒートシンクが大きいわね。はい、なので今回は、ファンなしでも CPU を冷やせるのか、試していきたいと思います。え、ファンなしでって何の CPU 使うの？それはもちろん、i9-12900K を使います。は。ということでもしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。私のセリフ。それでは行ってみましょう。ということで今回は AK500 というクーラーを使っていくんですが、せっかくなので他の AK シリーズと大きさなどの比較をしながら見ていこうかと思います。まずは値段の違いから見ていきましょう。AK400 が3474円、 AK500 が8680円、 AK620 が7820円となっております。こう見ると AK500 の方が AK620 より高いのね。 AK400 はコスパが良さそうですが、 AK620 より高いこのクーラーの性能が気になりますね。では箱の外観を見比べていきましょう。それでは実際に開封をしていきましょう。後ほど中身の違いも見ていこうと思います。外側をスライドさせて、上面部分を開けていきます。はい、こんな感じでパッケージされてました。それではまず付属品からですね。中身はこんな感じでした。一見今までのクーレイと違いはないかなと思ったんですが、今回はグリスが大きめのものが入っており、あとは L 字のドライバーが入っていたりと、今までと微妙に付属品が違ってました。では続いて本体も出してみましょう。箱にぴったりの緩衝材でしっかり固定されていました。はい、ここで一つ気になったのが、今までのクーラーだと、ヒートスプレッダーに最初からグリスがついていたのですが、この AK500 はついてなかったんですよね。グリスを交換する人が多いから、初期グリスはやめたんですかね。では本体を見てみましょう。こちらが AK500 本体となります。こちらは公式ホームページに書いてあったポイントになります。まず一つ目が最大 240W の TDP に対応してる。二つ目が大型ヒートシンク。三つ目は5本の同性ヒートパイプ。と、全部言っていくと日が暮れてしまうので、あとは省略していきます。ちゃんと紹介しなさいよ。それよりも他の AK シリーズとどのくらいヒートシンクの大きさが違うのか気になりません。確かに。では比較してみましょう。シュララ。はい、ということで全部出してみました。おお、これはかなり見た目がだいぶ違うわね。見た目だけでも随分違いますよね。見た目だけで言えば、AK400 で冷やしきれないものを AK500 がフォローして、AK500 よりも安定させたいときは AK620 を使う。そんな感じにも見えますね。次にヒートシンクの大きさも見ていきましょう。全部のクーラーを横向きにしてみたいと思います。ちょっと右にずれちゃったんで、真ん中に修正しますね。ただこれを見てすでにわかる方もいるかと思いますが、AK500 のヒートシンク幅がすごい。確かにこのヒートシンクの幅はすごいわね。AK620 は AK400 のヒートシンクを左右に一つずつつけた感じですが、AK500 はそのまま幅を大きくした感じですね。今高さを見ているんですが、わずかに AK400 が小さかったです。公式ページを見ても AK400 が小さいですね。ただ AK620 と AK500 の高さの差が感じなかったです。では次は前後に並べてみましょう。今 AK400 と AK500 を前後に並べてみました。公式ページだと幅の差はこのようになってました。ヒートシンク部分だけの数値なんですが、AK500 は AK400 の倍の幅があるみたいですね。これだけヒートシンクが大きければ CPU の冷え具合がどのくらい変わるのか気になるところですね。また今回この AK500 のおすすめポイントとしては、小型パソコンでファンなしも可能、というのも売りにしてるみたいですね。ファンなしのクーラー。少し前にはそういったクーラーもたくさんあったみたいですが、最近は CPU の性能向上と発熱向上でそういったクーラーはなかなか見なくなりましたよね。重ねてみるとよりわかりやすいですね。AK620 と比べるとこんな感じです。
こちらはファンが2枚あるからその分幅を取ってしまいますね。では続いて実際に取り付けていきましょう。まずはバックプレートを取り付けていきます。こちらはインテルの時にのみ使用します。素材は金属製なのでかなり強度はありそうですね。12世代はバックプレートのピンを一番外側にしてください。で、そのままはめ込みます。次にこちらのネジで留めていきます。こちらのネジは手で締めていきます。次にインテル用のブラケットを取り付けていきます。ブラケットに数字が書いてあるんですが、インテル12世代は2番に合わせていきます。それを乗せたらこちらのネジで留めていきます。こんな感じですね。 CPU にグリスを塗っていきます。今回使うグリスは付属のものでなく SMZ01R を使用します。はい、こんな感じで塗りました。では最後にクーラーを取り付けていくのですが、取り付け前にこの上蓋を外します。なんで上蓋を外すの？今回ヒートシンクが大きくなったことでネジの上にヒートシンクが来ているんですよね。なのでこのようにヒートシンクにドライバーを通すための穴が開いています。あと取り付け前に必ずシールを剥がしましょう。ではクーラーを乗せてネジを閉めて蓋を閉めてファンを取り付けてファンケーブルをつけたら完成となります。ということで次は実際に冷えるのかやっていきましょう。シュララ。今回の検証機はこちらになります。あれ、 CPU の欄が空白だけど。はい、今回なんですが、冒頭でお伝えした通りインテル Core i9-12900K を使います。さらに i7-12700 と i5-12400 と i3-12100F の4種類で検証してみました。本来ならグラボは必要ないんですが、 i3 だけ内蔵グラフィックがないので、そのために今回は取り付けております。で、ファンありはもちろん、ファンなしでも検証をしてみたので、この大型ヒートシンクでどこまで冷やせるのかやってみたいと思います。ファンなしとかちょっと怖いわね。それでは行ってみましょう。シネベンチ R23 ということで4画面でお伝えしていきます。まずはファンありで電力は無制限にし、室温は25度前後で行いました。左上から時計回りに i3-12100F、i5-12400、i7-12700、i9-12900K の順で並んでおります。ではファンありでの結果を見てみましょう。かなり細かくなってしまったので、じっくり見たい方は一時停止推奨です。編集してる画面もめちゃめちゃ重くなってます。で、結果なんですが、Core i7-12700 までであれば余裕で使えますね。やっぱり Core i9-12900K は爆熱でしたね。ファン設定が PWM なので、CPU の温度が上がるのに対してファンの速度も上がっていくっていうのもありますが、マルチなんて40秒ほどしかやってないのに100度はびっくりしました。では続いてファンなしでの結果も見てみましょう。こちらも一気にやっていきます。温度のグラフの上がり方も注目してみてください。そうか、ファンがないから温度が上がり続けちゃうんだ。ですです。では結果を見てみましょう。1回のシネベンチではギリギリ i7-12700 まで耐えれましたが、さすが20分間のシネベンチとなると、どの CPU も耐えられませんでしたね。i5 と i7 は借り物だったので100度になった時点で終了させていただきました。i9-12900K は自前だったので、せっかくなので10分間回し続けたんですが、サーマルスロットリングでクロックも 3GHz ぐらいしか出ていませんでした。せっかくなのでファンなしの状態で10分ぐらいの動画を見てみたんですが、 YouTube を見るくらいであれば全然問題はありませんでした。せっかくなので i9 がどのくらい熱くなってるのか触ってみました。触ってられないぐらいヒートシンクが熱くなってました。そりゃ開始10秒で100度と解錠よ。で、今回ディープクールさんからこちらのファンも届いたので、ダブルファンも試してみたいと思います。こちらは FK120 というファンになるんですが、この AK500 についているファンと同じものになります。ということでこちらが AK500 プラスになります。ではこちらでもシネベンチをやってみましょう。PWM 制御だと CPU の発熱にどうしてもファンの回転数がすぐに追いつかないので、
温度グラフは一気に上昇してしまいますね。では結果を見てみましょう。ポン。I9 は正義。おい。しららら。はい、ということで今回は、ディープクールから新発売した大型ヒートシンククーレイクーラー、AK500 のご紹介でした。なんかいろいろありすぎて結果どうだったんだっけ？一応まとめてみました。ちょっと見にくいんですがこちらがシネベンチ一覧になります。ファンありは比較的どの CPU でも問題なく使用できますね。ファンなしの方は、クロックを落としたり、高負荷を連続させて使用したりしなければ、使用することは可能そうですね。あとはケースに入れて、ケースファンからの風を受ければ、といった感じでした。無風クーラーはやっぱりハードルがなかなか高そうね。ですね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。